世界を構築するということについて、もう少し日常レベルから話してみましょう。まず、自分が本当にワクワクすることを行動に移して、この世界にもたらすことが非常に大切だということを覚えておいてください。皆さんが自分の夢やワクワクすることを実際に行動に起こし始めたら、それは必ず実現化します。私はそれを 100% 保証します。約束します。宇宙は非常に非常に非常にシンプルだということを覚えておいてください。複雑さにも富んでいますが、すべての基礎は非常にシンプルなのです。もし基本が一つのシンプルなものでなかったら、これだけ複雑さに富んでいるものを作り出すことなど、とてもできないということは皆さんにもわかると思います。ただ一つの法則のみが無限のものを実現化する能力を持っています。たった一つの法則のみが全てとなり、そして全ては一つになり得るのです。皆さんもこの中に含まれています。例外はありません。皆さんが存在しているとしたら、皆さんは存在そのものに含まれています。皆さんが今存在しているとしたら、創造主は皆さんが存在する価値があると認めていることになります。自然なあなたが他の何よりもワクワクする夢を持っているとしたら、そのイメージだけでその夢は存在する価値があるのです。ですから、お願いですから自分に抵抗しないでください。あなたが夢見ることはすべて価値があるのです。あなたを創造した創造主があなたを尊重するのと同じように、自分の夢を尊重してください。もし創造主があなたにはその夢を持つ価値があると信じているのなら、あなたもそれに喧嘩を挑まないで、自分のことを同じように思ってあげてください。あなた自身であるあなたの夢を生きてください。あなた自身の夢であるあなたを信じてください。